ロス C 級フリゲートは、イギリス海軍のフリゲートの艦級、ホイット B 級の紹介性型であり、改め12型フリゲートとも称される。詳細は、ホイット B 級フリゲート設計を、参照本級は、12型シリーズの端緒である、ホイット B 級の基本設計を踏襲しつつ、装備の更新及び、レイアウトの改正を図った改良型である。このため、戦体寸法や、 機関構成はホイット B 級のものが踏襲された。外見上の特徴としては煙突に傾斜が付された点がある。電子装備はホイット B 級の構成が踏襲されており、前章に目標補足短距離対空捜索用の293旧型レーダー。その直前には対水上捜索用の277旧型レーダーを搭載した。 なお277旧型レーダーは、広角測定にも用いることができた。ソナーとしては、捜作用の174型ソナーと、リンボー対戦迫撃砲の目標補足、射撃式用の170バイト型ソナーが搭載された。また本級を含む一等艦の標準装備として、対戦専用のジャヤ戦術状況表示装置も、搭載された。当初、 広角機銃は70ミリ 40mm 連装機銃、機銃用法違反として MRS-8 を搭載する予定であったが、後にイギリス海軍における70ミリ 40mm 機銃の装備計画そのものが撤回されたことから、1957年12月、代替装備として開発された CCAT g w s 2個艦防空ミサイルの搭載が決定され、 これに対応して、後部上部構造物を拡大した。しかしすぐには導入できなかったことから、ロスシーでは、マーク556口径 40mm 連装機銃、その他の艦では、マーク756口径 40mm 単装機銃を搭載して巡航した。また艦砲は、ホイット B 級の装備が踏襲され、45口径 11.4cm 連装砲と、 マーク 6M 砲違版が装備された。対戦兵器もホイット B 級の装備が踏襲され、選手老後端部を切り替えて、リンボー対戦迫撃砲2機が、重列に配置された。また長射程のマーク20、ビダー対戦誘導魚雷の搭載を予定して、魚雷発射管も搭載された。ホイット B 級では片言当たり、 固定式の単装発射管4機と旋回式発射管2機が搭載されたのに対し、本級では固定式発射管が連想2機に修正された。ただし、肝心の魚雷の開発断念に伴い、後に撤去された。1966年から1972年にかけて大規模な近代化改修が行われた。主眼となったのが中距離魚雷投射ヘリコプターの 運用能力の付与で、後部上部構造物を拡大して格納庫が、また、臨ー対戦迫撃砲の内前方の一機を撤去して、先導甲板レベルにヘリコプター甲板が設けられた。これにより、ウェストランドワスプ紹介ヘリコプター一機の搭載、運用が可能になった。またこれに合わせて、装備の更新も図られた。予定通り、56口径4 0ト、mm、ル機銃を、 撤去して、CCAT g w s 2五艦、防空ミサイルの4連装発射機が搭載されたほか、低空警戒用の293旧型レーダーは993型レーダーに、対水上捜索用の277旧型レーダーは978型レーダーに、また放射撃式装置も戦後世代の MRS-3 に換装された。 またソナーも177型ソナーに後日、換装されている。電波妨害装置の搭載は実現しなかったが、コーバス8連装でい発射装置は搭載された。朝鮮戦争を受けて、東西間の第三次世界大戦の懸念が高まっていたこともあり、当初計画では1953、4年度、1954、5年度、1955、6年度で2隻。 ずつが建造されるところまで予定されていたが、1954年、第三次世界大戦の脅威は差し当たり遠のいたと判断されたことから、実際の予算化は1954、5年度に先送りされることになった。ネームシップは1956年11月6日に寄稿され、以後、1961年までに旧石が建造された。1955、 6年度計画には、さらに10番艦、ウェーマスが追加される予定もあったが、これは一度キャンセルされた後、全面的に改め設計された、リアンダー級のネームシップとして進行した。イギリス海軍向けの旧隻以外にも、ニュージーランド向けに2隻、南アフリカ共和国向けに3隻の同型艦が建造されており、前者はオタゴ級、後者はプレジデント級と呼称される。 イギリス海軍では1980年代に入ると新型の22型フリゲートへの更新による退役艦が出始めたが1982年のフォークランド紛争においてはヤーマスとプリマスの2隻がフォークランド諸島奪還の任を帯びた機動部隊に編入され出撃したその後冷戦終結末期の1988年までに全艦退役したニュージーランドと 南アフリカ共和国に輸出された姉妹艦もイギリス海軍と同様に1980年代には全艦が退役した。ありがとうございます。